ルーツ系って感覚一般的に言うと割と煙多くて飲むみたいに吸った方が美味しいみたいに言われるんですよ。でタバコとかスイーツ系って抑え込んで低ワットって言うんだけど、要は15ワットぐらいで入ってくる風もぎゅうぎゅうに絞った状態で吸った方が、まあ、一般的には美味しいって言われるんですよ。だから味によってどう煙を作りたいかがマニアックな話をすると変わるんですよね、突き詰めていった先って。でだからまああとはまあ当然ベープトリックって言って輪っかをいっぱい作る遊びみたいなのもあって、そういう人向けの遊び方もあるんだけれども、まあ、単純に味の表現だけで言ってもリキッドによって相性が変わってくるっていうのかなっていうのがあって、一回吸ってみます。いいですか。うん、もうニコチンだから別にない。これはウーキークッキーって言ったらクッキーとかちょっとこうスイーツっぽいやつなんだけど、本当を言うとこれワイヤーとかセッティングもこいつ用のベストバランスに、まあもっとオタクの話をすると全部変えるんですけれども、吸った時に取り込む空気量を押し込むんですよね、減らす。でこれで吸ってみてください。なんかクッキーっぽい味するんでしょ。ちょっとすいません。それが、まあ今みたいな、こういうリキッドだと、今みたいな吸い方が一般的に相性がいいって言われてて、それが例えばこういうオレンジ味みたいな、これもワイヤーの周りについてる液体を変えるだけで味は切り替わってくれるんですよね。これも思いっきり吸い込んでみて。吸い込む量が違うので、であとこれは清涼剤が入ってるので、うん、その清涼感、なんていうかな、スーフリスクみたいに私は言うけど、そんな感覚ですよね。だからなんていうの、オレンジジュース飲む感じと甘いフレーバーを吸う感じで、うん、リキッドによって、どう吸うべきかの相性が正確に言うと変わってくる。それによってセットアップが変わるんですよね、マニアックな話をすると。だからまあそれを細かく追求していくとワイヤーの種類とか素材とか太さも変えるし、これ自体も変えていって、俺の好きなこの味の最強を求めるって改造していくみたいな。でよく自分が言うのが、そのミニ四駆とかでコーナー強いようにいっぱい改造するのと、直線速くするために改造するのとかがあるでしょう。あれと一緒っすね。まあデュアル用って言って、ワイヤーが2つとか3つとか組めるようにもともとなってる構造のものが、これとかって2つ組んでるでしょう。そしたら当然蒸気の発生する総面積も約倍になるでしょう。ってことはその代わりそれに伴って必要な電流量も増やした方がいいっていうか、だそうするとバッテリーがこいつは2本入ってるんだけど、こんなごっついやつを土台にしてやった方がいいよねみたいなやつもいるんですよね。みたいな、はい、こういうやつ、こういうやつで吸った方が美味しいと思える味のやつもいたりするから、こういうのもあればこういうのもあって違うってことですね。例えばただのいちご味っていうのがそんなにいっぱいあるわけじゃなくて、どっちかというと例えば、この業界で、タバコ味でもすごく人気のやつは VCT バニラカスタードタバコの混ぜたような味っていうので、 VCT という品番とかはすごく人気品番の味なんだけれども、そうすると、まあ、簡単に言うとあんまり味の表現のうまくない
バニラかタバコカスタードをなんて足して3で割ったみたいなっていうか、どれがバニラ味か分かんないみたいな、まとまったような味になるんだけど、すごくうまくセットアップされたものですと、例えば吸った時バニラの風味が強くて、吐いた時タバコの風味がちょっと鼻に残るとか、そういう3つが別々に取り出せて感じれるぐらい表現精度が上がるんですよね。まあ、逆に言うとそういう表現ができているリキッドはすごくいいリキッドって呼ばれるし、でそいつを、最大限ポテンシャル発揮させるためにどういう道具で吸うのっていう話もあって、マニアックな話になっていくとそういう領域があるってことですよね。うん、しかもあちらの棚に置いてあるのはお客様からいただいたこれはまあそうですね、そうそう、うん、遊びでお客さんが作ったいろんなものを煮出して作ったのを試してくださいっつって、なんか持ってきてくださる人たちがいて、これだけで吸えるようにはしてて、ただまあ半分それはここの常連さんの趣味の話で、例えば緑茶の茶葉を煮詰めて作ったリキッドとか、この中に冗談で唐辛子を煮詰めて作ったリキッドとか、そういうのがあって、これ試してっつってみんなに吸ってもらってって言って遊びで置いていかれるんだけれども、そういう感じだから、世界には本当にただ香料メーカーから買ったやつを混ぜてるだけのメーカーもいるけれども、そういうお茶っ葉とかいろんなものを実際煮出してそれを少し隠し味で入れるとか、そういう複雑な作り方をするメーカーさんもたくさんいて、いわゆるマニア層に入ってくると、自分でリキッドも作って、で既存のリキッドに少し自分の添加剤を混ぜて吸う人たちもたくさんいて、その味への追求がとんでもない人たちが日本国内にもたくさんいるんですよ。でこの業界の多分面白いところでもあるのは、アメリカとかマレーシアとかインドネシアとか、まあ中国もそうだし日本もそうなんですけど、国ごとにブランドがいて、でその国ごとに多分味覚の好みも違うし、かつ例えばマンゴー味のガムでもアメリカのものとマレーシアとかと日本ってなんとなく表現が違うの分かるでしょ。だから国によってマンゴーの捉え方が違うんだなっていうのあるんじゃないですか。それと同じことが電子タバコ、ベープのリキッドにも起こるんですよね。だからこの国のこのメロン味が好きとかいうのが結構多く起きて、でなんでそれが起こるかって言ったら、飴とかガムを作るためにメーカー、そういうお菓子メーカーに提供している香料メーカーと根元が一緒であることが多いんですよね。だからマレーシアのガムとかに使ってるフレーバーを使ったりするマレーシアのメーカーが、日本も同じようにあって、そういう感じの歴史をたどってるので、まあ味が国によっても違うんですよね、同じメロン味でも、うん、品揃え品数が圧倒的に多いとは思います。あとはこの店舗っていう意味では、触れる、直接全部触っていただけるように在庫を置いてるので、まあそれはね、なるべくなんだろうな、お客様にこう物を触って選んでいただきたいからっていうのがあるかな。基本的には我々自体が、うちのスタッフ自体はある程度の知識は当然あるとは自負してますけれども、めちゃくちゃ詳しい人たちがいっぱい来るので、もうお客様の質問がわからない領域に入ると、その人たちの誰かが答えますっていうのがうちの売りじゃないですか。そういう人たちが来てくださってる、ありがとうございます。そんな感じでございます。